不幸図城は、現在の愛知県ぬかた郡高田町不幸図にあった、戦国時代から江戸時代初期の日本の城である。大橋により、寒儀三年、あるいは、小京元年に築城とも言われるが、追記年代は不明である。この不幸図城を、松平信光説、または、松平忠貞が奪取した説という。他に、栄昭二年説。三河物語。 東照宮ゴミ機などには、大橋の登場は、愚か、不幸図上のダッシュについても一切記載がなく、松平氏が不幸図上を拠点とする以前については不明である。早朝日記には、大英六年、松平大井の助宿所連が、沢の上の山たちめぐる春高なこのところのようなるべし、と記載がある。三河物語に、三河一向一揆の項目で、 二カスの松平主殿の助殿と記載ある。不幸図城は松平氏のものとなり、平氏との戦いの拠点になった。代々不幸図城主になった一族を、不幸図松平家という。それから城主は二代目後継、三代目伊忠氏、四代目家忠田田、五代目忠都と続き、慶長19年に忠都が三河吉田藩の吉田城へ移ったことで、 不幸図城の不幸図松平氏の支配は終わる。現長年、不幸図城は廃城となり、以後陣屋と称した。明治維新を迎えて、陣屋も廃され、昭和に入って民間に売却され工場用地となった。現在はその一角に看板と記念碑が立っているだけで、ある。石垣のようなものも伺えるが、建物などは跡形もない。そのため、 当時の構造が全くわからない状態となっている。なお、かつての人合図の写しが、高田町郷土資料館に収蔵されている。ありがとうございます。